長山港は沖縄県宮古島市のイラブ島南部にある地方港湾である。長山地区と私口地区からなる。長山地区は下地島空港で利用されるジェット燃料の輸送船、セメントタンカー、宮古製糖イラブ工場で製糖された砂糖を搬送する貨物船、地元の小型船の利用が主である。 尖閣諸島周辺海域での外国船の不法操業取締り強化のために、海上保安庁では、第11管区海上保安本部、宮古島海上保安部に、2016年度からの3年間で、各年度3隻ずつ、計9隻の巡視船艇を新たに配備する計画であり、これらの巡視船艇は、超参考をバースとする予定である。2017年には、 剪定用品庫も整備されている。私口地区は、長山地区の北西に位置している。イラブ島と下地島とは、幅数十メートルの狭い水路を挟んで隣接しており、私口地区はこの水路の南東側の入り口付近にある。漁業拠点港湾で、主に地元の小型船が利用しているが、2015年1月のイラブ大橋の開通に伴って、 ダイビング船の増加が見込まれることから、浮き桟橋が整備され、同年4月に供用が開始されている。明治時代末期に私口港と宮古島の平良港との間の航路に帆船、バトンミマルが就航し、1920年頃には、同航路に発動機船、ガラサマルが就航した。戦後、しばらくしてからは、長山港と平良港との間に、カツユキマルが就航していた時期があった。 また、2010年度までは、長山地区と平良港の間に都フェリーのカーフェリー、フェリームツが就航していた。なお、運航回数は3回、月とされているが、2010年度の運航実績は4回であった。ありがとうございます。